平城駅は奈良県奈良市三笹町群の前にある近畿日本鉄道京都線の駅。駅番号は B25。相対式2面2線のホームを持つ地上駅。奈良競輪が開催している時には、休行が臨時停車する関係上、ホーム有効長は6両。改札、コンコースは地下、ホームは地上に設けられている。改札口は1箇所のみ。 入り口は1番ホーム側に1箇所、2番ホーム側に2箇所、ある。なお、地下駅舎化される以前は、1番ホームの京都方に、小さな駅舎があり、2番ホームへは、構内踏切で結ばれていた。競輪開催時には、競輪場に近い2番ホームの中ほどに、臨時改札が設けられていた。大和最大時駅管理の友人駅で、ピタパー以降カ対応の自動改札機及び、 自動生産機が設置されている。通常時は普通列車のみ停車するが、奈良競輪場の競輪開催日には、急行が臨時停車する。かつては大レースの場外車検発売日にも臨時停車していたが、現在は場外車検発売日には臨時停車しない。日中は毎時3本、朝と夕方以降は毎時3本最大6本の停車本数が確保されている。 近年の1日平均乗車人員は、下記の通り、ありがとうございます。